立憲民主党の原口和弘議員が WCH の超党派のね、議員連盟を作られて、このパンデミック条約や IHR 改正について、えー、国会議員がね、やっぱり勉強しなければいけないということで、超党派で今70人以上集まってるみたいですね。議員さんが、国会議員さんが。あ、国会議員さんだけかな。ひょっとしたら地方議員さんも入れてなのかもしれないですが、70名以上の議員さんが参加されてるということで、本当にありがたいことですし、 素晴らしい流れだなというふうに思っていますし、まあ、ガナハさんはじめですねもう、まあ、本当に原口和弘さんにはもう本当に素晴らしい日本のために活動してくださっていて頭の下がる思いです本当にありがとうございます日本のために。そして原口さんがですねもう3回その勉強会っていうか総会をやってるんですね。で3回目の総会の中だったかなこの件についてどなたかが質問されてるんですよね。 例えば、本来、i HR の改正っていうのは、4ヶ月前にその案を通達しなければいけないのに、今回出てないということは、これは、これ無効なんじゃないか。今年の5月に、それをね、議決するというのは無効なんじゃないかということを、厚生労働省の担当者か外務省の担当者、確か厚生労働省の担当者だったと思うんですが、質問したら、確かに55条かなんかにそれ書いてあるんだけれども、必ずしも今回のことについては、それに該当するとは限らないみたいな返答をしてるんですね。 要は WHO のその IHR 改正の担当窓口としては、えー、別に4ヶ月前に出てなくても問題ないですよっていうスタンスなんですよ。なんでその理由もよく明確になってないんですね。理由も明確になってないですよ。感覚 <laughs> 何なのこれみたいな。で、ということは、えー、このまま通そうとしてるっていうのが今の現状なんですね。通そうとしてる。4ヶ月前に出していないものに 対して、本当は、もうこれ、向こう。今年の5月は間に合わないよね。まあ、少なくともね、来年の5月にしますっていうならわかるんですけれども、今年の5月は、本来は無効なはずなのに、えー、できないはずなのに、いや、これは、え、多分何か解釈を変えてですね。えー、それには必ずしも該当しないので、えー、今回のことは、いいと思う。いろんなね、議論をしている、今。 どういう内容にするかっていうのは、だからどういう内容に改正するかっていうのがまだ決まってないってことなんです、最終的に。でもまあ議論はずっとね、長いこと続けられているので、その議論をしていく中で多分内容が分かってるから、えー、それは、え、問題ないと認識しているみたいな、確かそんなような言い方、ちょっと僕のニュアンスが間違ってたらごめんなさいですけれども、そんなない感じなんですね。で、これってめちゃくちゃじゃないですか。だって議論してどういう内容にしますか っていうこういう内容にしましょうねっていうのを決めて、えそれを、えー、各国に教えてもらわないと、えー、議論で、まずそれを賛成するか反対するかって議論できないですよね、国の中で。なのに、まだどういうふうに改正するかっていう内容を議論している段階で、いや、もう4ヶ月以上前にそれは公開されている、議論しているので内容はわかっていますって、もうほんと子供騙しみたいな理由っていうか、何なんのこの、 解釈っってていうかこの考え方ってだったらこのもう法律とかねルールとかももうめちゃくちゃになっちゃいますよねそれが通ってしまったら。うん、でそんなバカバカカしいことが今現場で行われているっていうことなんです。だからこの IHR 改正っていうのがまあ、2年前の改正もそもそも無効なんじゃないかそして今年の5月にもしこれ可決されたとしてもこれも無効なんじゃないかっていうこと。 なんです。まあ、それも大きな問題ですよねで。もし万が一これがゴリゴリで通って可決されてしまったら、2024年の5月に可決された内容というのは、えー、2年前のルール変更に伴って、2025年の5月から、これ、スタートするということなんですね。ということは、次のパンデミックが起きるのは20、2025、ごめんなさい、2025年の5月以降に何かが起きる可能性が非常に高いと。 ということになります。だからこの改正自体はまあ否決されるってことも大事ですし、今回本来これが正当にね、守られているかどうかっていうことをきちんと議論されるっていうことと、この両方が大事だなと思います。さらにですね、もっともっと今までお話をしていることと重複しますが、一番僕は問題だと思っているのが、も,もちろん内容も問題なんですけれども、その何の内容にしようとしているか、 日本もですね、WHO に対して改正、こういうふうに改正したらどうですかっていう案を提出してるんですね。その案については公開されてないんです。非公開なんですよ。国民に対して非公開もうおかしいですけれども、国会議員に対しても非公開なんです。原口和弘議員が教えてくださいと言っても、えー、非公開ですという返答なんですね。 だから日本という国が w h o にどういう内容を IHR こういうふうにしたらどうですかっていうものを提案しているかっていうことすら知らない。これ誰がその権限持ってるんですか。で厚生労働省の担当部署の後ろ側に何がついてるんですか。これもう残念ながらこれ厚生労働省も完全に今今回の新型コロナのまる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 の流れ一つ取ってみても分かりますが完全に乗っ取られてますよね。 日本のことなんて考えてないじゃないですか。日本の国民のことなんて考えてないじゃないですか。なぜ国民が選んだ国会議員がその内容を知ることすらできないのかってことですよね。おかしいことだらけですよね。だから、パン,あのパンデミック条約とか IHR の改正の内容も怖いんだけれども、その日本がどういうスタンスでいて、どういうものを提案していて、どういうふうに変えようとしているのかっていうことがわからないっていこともえすごく大問題なんですね。 で、しかも、その IHR の改正とか、パンデミック条約の内容をどうしていくかっていう議論というのはずっと続けられているんだけれども、その議論も WHO と各加盟国の担当者で議論しているだけじゃなくて、そこには WHO と正式に関係を結んでいるステークホルダー、要は利害関係団体も参加している。ですね。これもきちんと、 えー、厚生労働省か外務省の担当者の方がおっしゃられていました。その議員連盟の勉強会の中で、ステークホルダー、利害関係団体え。そこには製薬会社関係だったりとか、いろんな財団だったりとかも入っているということなんです。パンデミックで、えー、利害関係が起きるような人たちが、団体が、いや企業がそこに入っているってこと,ことなんですね。WHO、その議論の中に。 そして WHO にお金を出してるのは誰かってことですよね。もちろん加盟国からの加盟金もあるんですが、そこには製薬会社だったりとか、えー、そういう財団がいっぱいお金を出してるわけです。で、お金を出してる、たくさん出してるところの団体にどんどん成り下がってしまってるわけですね。だから、もう WHO っていうのは残念ながら客観的にね、本当に世界のことを考えた団体というよりは一部の人たちの え、道具になりつつあるということもなってしまってるというふうに思った方がいいかもしれない。うん。そういうじゃなきゃね、今回の〇〇〇〇、これね、一つとっても WH はもうちょっと冷静な判断をするはず、するべきじゃないですか。これだけいろんなデメリットっていうかね、被害も出てるわけですから、しかしそこについてはほとんど言及しない。声を出さない。なぜ声出せないんですか日本の厚生労働省もそうですよね。なぜ声出せないんですか あの別に、あの過激的にね、お、おかしいとか、っていうまで言わなかったとしても、もうちょっと客観的事実としてね、冷静に、えー、過去に比べたらこれだけの、もう、データが出てると、数が出てると。だから、注意してくださいねとか、もうちょっと懸念する部分も、えー、当然議論されるべきなのに、WHO からも、日本の政府からも、厚生労働省からも、一切出てこないじゃないですか。重大な懸念は認められません。 ですよ。これ予防接種健康被害救済制度の、えー、申請が受理された件数が1万件超えてるんですよ。もう。それがもう X の中でもトレンドワードになっていましたけれども、1万件超えてるんですよ。これ過去にないんですよ。ないぐらい出てるのに、一切そこには触れないでしょ。っていうことは、もう残念ながら、もうこれ期待する方が間違っていて、完全にもうそちら側の思惑の団体になっているし、え日本の政府や 厚生労働省も残念ながらそこにもう完全に乗っ取られているというかそちら側についてしまっているというふうに考えた方がいいですよね。その上で僕たちが何ができるのかっていうことを考えていかないともう国がとか厚生労働省がとかって言ってても,もう残念ながらもうあちら側の組織にも乗っ取られてるって考えたらまあそれはそうですよね。あちら側の意図を進めようとしている一味だとしたら それは重大な懸念がありますなんて口が裂けても言わないですよね <laughs>。自分のところに都合のいい商品を売るときに自分の商品のいいところしか言わないですよね。その商売だったら。悪いところ言わないですよね。うん、すごくこんなに効果がありますよ。化粧品とかこんなに綺麗になりますよとかね、こんなに肌がツヤツヤになりますよっていいところは言うけれども、悪いところは言わないじゃないですか。それと一緒ですよね。だからそういう流れで来ていて、しかも厚生労働省も WHO に提案している IHR 改正の内容も一切言えない非公開ですと国会議員にすら言えないと言っているということがこれが今の現状なんですでしかも今年の5月にそれが可決するかどうかを決めようとしているでパンデミック条約よりも IHR 改正の方が通りやすい実際に2年前の時も簡単に通ってしまっているんですよね過半数が OK すれば賛成すれば通りますので 簡単に通ってしまううとということです2年前のそういうことが改正があったなんてことは僕も知らなかったですからその当時はほとんどえみんなの知らないところでしれっと通っているわけなんです国会議員さんととかかも多分知らなかったと思うんですよ。で今回もそれと同じようにしれっとやろうとしてるんだけれどもさすがにいろんな人が気づきだして声を出している人が増えたので世界中でこれは問題になっているわけなんですね。 でその2年前の IHR 改正について反対表明をしたイランのね、担当者の方の話がね、すごく分かりやすくて、ごもっともだなと。で、この法的拘束力を持つもの。要は今までは WHO の言っていることっていうのは、アドバイス的なものだった。まあ、こういうふうにしましょうねとか、こういうふうにするといいですよみたいな、え、要素が強かったんだけれども、これどん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 法的拘束力を持つというふうになっていっているわけです。えー、ということは、国のね、主権を脅かすことになる可能性もある。 国の主権よりも強くなる WHO の権限の方が可能性がある。だから問題であり賛成はしませんと反対をしますということを表明しているわけなんですね。あとは拒否するための権限が短くなるということも、例えばそのこ、 今回の2024年の5月に改正しようとしていることはすごく項目がたくさんあるわけですその項目を国の中で議論するにはやっぱりいろんな関係部署だったりとかいろんなことが関わってくるのでやっぱり時間がかかるだろうとそれなのにそんな、えー、国のね主権 に関わってくるような、えー、大きなことを改正しようとすることを賛成するか反対するかっていうことを決めるのに、えー、18ヶ月が10ヶ月という短い期間になったらきちんと議論することができない。えー、だからう,、えー、うちの国は反対しますっていうことを言われているわけなんです。素晴らしいですよね。残念ながら日本はむしろ改正しようという、それを先導している国の一つ。まあアメリカと日本がね、これ進めようとしているわけなんですね。 だから日本は完全にですね、もうあちら側の本当に、もう本当に恥ずかしい限りですけれども、まあグローバリストの一味になってしまっているわけですね。もう完全に乗っ取られてしまっているというふうに考えた方がいいんじゃないかなと思います。